マヤグエス号事件は1975年5月アメリカの商船が民主カンプチアによって打破された事件。アメリカ大統領ジェラルド・アール・フォードにとって最初でかつ重大な外交危機だった。アメリカ軍による救出作戦が行われカンボジア軍との間で双方を合わせて約80名の戦死者が出る戦闘となった。救出作戦は空振りに終わったが 民主カンプチア側は拘束した船員らを全員解放した。この作戦はベトナム戦争における最後の戦闘であるとみなされている。事件の起きたタイランド湾の地図、ガルフ・オブ・タイランドの文字のすぐ上の小島がポール・アイ島。その北東、本土との中間の小島が高ン島。1975年4月30日、南ベトナムの首都サイゴンが陥落し、 北ベトナム政府は、ベトナム戦争の終結を宣言した。内戦状態にあった、隣国カンボジアでも、同じ1975年4月に、ロンノル将軍を中心とした新米のクメール共和国は崩壊し、4月28日、共産主義を標榜するクメールルージュのポルポト政権が樹立して国名は、民主カンプチアとなった。翌5月、ポルポト政権は、自国の領海は、 沿岸から90回里であると新たに宣言した。そしてカンボジア海軍の艦艇を出動させ、領海侵犯をする外国船の取り締まりを強めた。ロンノル政権時代の海軍艦艇の主力は脱走してフィリピンやタイへと亡命してしまっていたが、魚雷艇や小海艇など小型艇の一部がその指揮下に残っていた。これらのカンボジア海軍艦艇は宣言から十日間で、 計25隻の外国船に威嚇発砲などを行って打歩していた。ただし、一部はすぐに解放されている。なお、米国商船、マヤグエースが打歩された地点付近にあった無人島のポーロワイ島は、カンボジアのほか、タイとベトナムが領有権主張をしている、軽装地であった。マヤグエース号に横付けしたカンボジア軍の2隻の警備艇アメリカ民間船隻のコンテナ船。 マヤグエースは、香港を出港し、タイのサッタヒープへ向けて、タイランド湾を航行していた。動船は、アメリカ合衆国政府の依頼により、タイ駐在のアメリカ大使館やアメリカ軍部隊向けの、食料品や日用品セントンを輸送中で、タイを経由後はシンガポールへ向かう予定だった。動船は、ポルポト政権の領海90回離宣言や、打法事件多発は知らないまま、 通常航路をたどっていた。5月12日午後2時18分、マヤグエースがポーロアイ島南約1 0トルのカンボジア領海に差し掛かったところ、島陰からカンボジアの高速警備艇2隻が出現した。カンボジア艇は機関銃とロケット弾で威嚇射撃を行って停戦を命じた。マヤグエースは遭難信号を発信した後に停戦。 節原以上してきたカンボジア兵の指示に従って、航行し、5月13日にポーロアイ島からカンボジア本土へ向かう中間にある交旦島へ入り泊した。なお、兵士と船員らは言葉が通じなかったため、指示や交渉は身振りで行われていた。カンボジア兵の態度は割合に低調だった。実験中のフォード大統領とそのスタッフ。 だホから約2時間後の現地時間5月12日午後4時12分、アメリカ国防総省の作戦室に事件の一報が入った。ヘンリー・キッシンジャー国務長官に緊急事態が伝えられたのはさらに1時間後、ジェラルド・アルフォード大統領には、登庁後の午前7時40分頃になって、ようやく知らされた。ワシントン時間同日正午、最初の国家安全保障会議が招集された。 キッシンジャー国務長官はベトナム撤退で損なわれたアメリカの維新回復のために強行手段も辞さない解決を主張しフォード大統領もこれを支持したフォードはさらに1968年のプエブロ号事件の二の舞を避けたかったようである断固とした対応を行うことがプエブロ号事件を起こした北朝鮮への抑止効果にもつながると思われた会議後アメリカ政府は ダコ海賊行為であるとして非難し、即時解放を求める声明を発表した。アメリカ政府は外交交渉による事件解決も図ってはいた。しかし、アメリカは民主カンプチアとの外交関係を持っていなかったので、交渉実現の可能性すら低かった。北京駐在の米中連絡事務所、ジョージ・ H.W. ブッシュ全権特命講師は、在北京カンボジア大使館と、 親カンボジアの中国政府に釈放を求める文書を施行したが翌日に郵便で返送された。その後も中国政府や国連事務総長を通じた接触を試みたが解放実現後の5月19日まで応答はないままに終わった。民主カンプチア政府はマヤグエースは CIA のスパイ戦であったと報道発表した。軍事的な救出作戦に備え、 アメリカ軍はタイに臨時現地司令部を設置し、第7艦隊その他の部隊が行動を開始した。ジャワ島南東にいた空母、コーラル C 機動部隊を派遣し、沖縄からタイのウタパオ空軍基地に第3海兵士団の一部を空路移動させた。フィリピン製法にいた空母、ハンコック機動部隊にも現場進出を命じ、内越え駆逐艦、ハロルド・イ・ーホルトが先行した。 また、タイのコーラート空軍基地から、アメリカ第7空軍第347戦術、戦闘航空団の F-111A 戦闘爆撃機が、警戒のためシアヌークビル上空に出動し、ミサイル駆逐艦、ヘンリー B ・ウィルソンが、高担当の近くに、フリゲート、スコフィールドが、カンボジア本土近海に出動した。国防総省から、 カンボジア領空侵入の特別許可を受けて、マヤグエース捜索に向かったアメリカ海軍の P-3C 小海機は、13日朝、ポーロワイ島沖で停止中の動線を発見した。同機は、カンボジア海軍警備艇の対空砲火を受けて、損傷したが監視を続け、航行を再開した、マヤグエースが、タン島沖に停泊したのを確認した。同日午後3時、 タイのコーラート基地を出撃した海 -111A 戦闘爆撃機や海 -4 戦闘機などの混成攻撃隊がマヤグエース付近のカンボジア海軍艦艇を空襲した。高端島の空撮写真。アメリカ軍撮影のもの。カンボジア軍は拘束したマヤグエースの船員を高端島に上陸させ、軍の基地で5月13日の夜を過ごさせた。翌14日朝。 船員らは別に数ヶ月前から打捕されていた対戦席の漁船に乗せられ4隻のカンボジア軍小型艇の護衛のもとに本土のシアヌークビルへと出航した5送船団の出航に気づいたアメリカ軍はコーラート基地から航空隊を出動させ威嚇射撃や催涙ガス団の投下を行って阻止しようとしたカンボジア軍警備艇への直接攻撃も行われ1隻が 激沈され、別の一隻も大破した。生き残った三隻のカンボジア艇は、高端島へ引き返したが、高速船員の乗った大漁船は、前進を続けた。大人漁船員は、引き返そうとしていたが、監視役のカンボジア兵が銃で脅して許さなかった。マヤグエースの船員らはシャツを白旗代わりに振って、米軍機に合図を試み、その旨の報告を受けた、フォード大統領は、 船員死傷の恐れがあるとして攻撃中止を命令した。実際に船員のうち3名が断片で負傷していた。漁船がシアヌークビルに着くとマヤグエースの船員らは下船させられ2 5トル西方に浮かぶ航論等の軍施設に抑留された。こうして船員は全員が本土に移送されていたのであるがアメリカ政府は船員の多くは交換島か。 マヤグエース船内に残されていると誤認していた。ワシントン時間5月14日午後4時頃から始まった第4回の国家安全保障会議で、フォード大統領は救出作戦の発動を決断した。主要国会議員を呼び、同意が取り付けられた。アメリカ軍の現地司令部は、交旦島に第3海兵士団第9海兵連隊、第2大隊を空軍ヘリコプター11機、 マヤグエースに第四海兵連隊第一大隊 D 中隊を空軍ヘリコプター3機で送り込むヘリボーン作戦を立案していた。マヤグエースへの直接効果は危険すぎるため付近の海軍艦艇に降下して雪原移常することにした。本土への支援爆撃も行われることになった。現地司令部はカンボジア守備兵を20人程度と評価していたが実際には ベトナムとの国境紛争に備えて、約300人が展開していた。守備兵力につき、迫撃砲や無反動砲を装備した150から200人、などのより正確で新しい情報も、国防情報局や太平洋軍司令部では、掴んでいたが、現地には届かなかった。マヤゲスに乗り移る、海兵隊員。現地時間5月15日午前4時、11機の、 アメリカ空軍ヘリコプターが海兵隊員と海軍の連絡員を乗せて、ウタパオ空軍基地を離陸した。うち3機の HH-53 輸送ヘリは、午前6時に護衛駆地区間ハロルド・イ・ホルトへと到着し、60名の海兵隊員をディッペリング降下させた。アメリカ空軍の A-7D 攻撃機が、催涙ガス弾をマヤグエース甲板に投下した後、 7時25分にハロルド・イーホルトが雪原、ガスマスクを装着した70人の兵士が乗り移った。しかし、予想に反してマヤグエースは無人状態であった。HH-53 から島に降りる海兵隊員。午前6時15分、175名の海兵隊員を乗せた8機のヘリコプター航空基地など、本土のシアヌークビル周辺のカンボジア軍施設を空襲した。 その主な狙いは、米軍ヘリコプターを妨害する恐れのあるカンボジア空軍の T-28 練習機の撃破であった。空襲により T-28 部隊や航空基地、聖油所などは壊滅した。海兵隊の増援部隊250名は、第一波を輸送したヘリコプターが往復して送り込む、手はずであった。しかし、 撃墜されなかった機体も被弾による損傷が多く、捜索救難任務から転用された2機を足しても5機しか使えない状況だった。5機は第2波127人の海兵隊を乗せて、ウタパオ基地を出て、11時8分頃から島への揚陸と負傷兵の収容を行った。ただし、1機は対空砲火で損傷し、着陸を断念した。 アメリカ軍ヘリコプター部隊が、交丹島へ到着する直前の5月15日午前6時7分、民主カンプチア側は、プノンペン放送を通じて、コンテナ船、マヤゲスの国外退去処分を発表した。マヤゲスの船員らは、午前7時30分頃までには、前日と同じ大漁船に乗せられ、同じく解放された、タイ人漁船員らと共に交丹島へと向かっていた。 プノンペン放送による発表は約1時間後にタイのバンコクで受信され、それから間もなくの現地時間午前7時16分にホワイトハウスに報告された。しかしフォード大統領は上院の安否についての言及がないことから作戦の続行を命じた。そして上院が解放されるなら軍事行動を停止するとの声明を発表した。護衛駆逐艦。 ハロルド・イ・ーホルトに栄光される、マヤグ・エス。その後、元の船員が帰って、自力航行を再開する。解放された漁船の出港は、午前9時前には P-3C 小海機によって発見され、欧米人多数が乗っていることまで確認された。ただ、別の航空機は、カンボジア軍の法廷らしいとの誤報を発していた。高単島沖で墜落ヘリの救助を行っていた。 ミサイル駆逐艦、ヘンリー B ・ウィルソンが接触に向かい、解放された漁船であることを確認すると、マヤゲスの船員を収容した。その後、マヤゲスの船員らは、自分の船へと戻り、自力航行でシンガポールへと帰港した。タイ人漁船員らも、そのまま漁船でタイの母港へ帰った。アメリカ軍に対する作戦終了を命令は、 現地時間5月15日午前11時過ぎに発令された。本土爆撃はすぐに停止されたが、高端島での地上戦闘は続いた。なお、島に上陸した海兵隊員には、増援部隊の兵員からも船員解放が実現済みであることが伝わっていたが、カンボジア軍の攻撃が激しくて、発砲を止めることは到底できない状況だった。 午後2時頃からヘリコプターによる撤収が始まり、タイに残っていた予備機も使って海兵隊員が順次収容された。駆逐艦による艦砲射撃や AC-130 ガンシップによるレイジーカッター投下などの援護が行われた。上陸開始から14時間後の午後8時過ぎに、最後の収容機が空母コーラル C へ向かって島を離陸し、午後8時55分に、 作戦終了が報告された。ただ、3人の海兵隊員が行方不明のままとなった。作戦を終えて、空母、コーラルシーから下船する海兵隊員。この作戦で、アメリカ軍人15名が戦死、50名が負傷し、3名が行方不明となった。行方不明者3名は、民主カンプチアのトゥールスレン収容所に尋問記録が残っており、 捕虜となった後に処刑されたと考えられている。また、作戦初期には空軍軍人23名がウタパオ基地に向かう途中の事故で死亡している。一方、民主カンプチア側の被害は作戦領域に展開していたクメールルージュの軍人約300名のうち60名が戦死したと考えられている。海兵隊の手によって 直接に高速船員を救出することはできなかったものの結果的に船員全員が無事に生還したことはアメリカ合衆国の維新回復につながった。マヤグエースの船長はアメリカ軍の行動がなければ自分たちは収容所に入れられてしまっていただろうと感謝の言葉を述べている。マヤグエース号事件は大の政治にも間接的な影響を与えた。大政府は 近隣のベトナムやカンボジアとの関係を意識して従来の新米方針を変えつつあり救出作戦へのウタパオ基地使用を拒否していたアメリカ政府は臨時代理大使が基地使用は考えていないと回答していたが実際には航空部隊や海兵隊の出撃拠点としてウタパオ基地を使用してしまった大政府はアメリカ軍の行為を自国に対する主権の侵害として 中米大使を召喚し、国民も多数の団体が米軍撤退を要求するデモ活動などを展開した。事件解決後の5月19日にアメリカ政府が大政府に対し、自軍の行為に関する遺憾の意図再発防止約束を記した覚書を交付したことで、問題は一応決着した。しかし、学生や労働者がアメリカ大使館に押しかけて、 ボード大統領個人からの謝罪を求めるなど、反米デモは大前度に広がって続いた。また、救出作戦に加わった第三海兵士団は、沖縄中流の在日米軍であったため、日本でも政治論争を呼ぶことになった。今回の海兵隊の出動に関し、日本政府へは、出発前に連絡は行われていたものの、日米間の事前協議までは実施されなかった。 サハヤ党の日本社会党や民社党などは事前協議がなかったことは日米安全保障条約に付随する交換公文に違反すると政府を批判した。これに対し日本政府は交換公文との関係で事前協議を要するのは日本国内の基地から直接に戦場に向かった場合に限られるとの従来の解釈によった上で海兵隊は直接に 日本からカンボジアへ出撃したのではなく、作戦結構も未定の段階でタイへ移動しただけであるから、事前協議が必要な場合ではなかったと答弁している。他にフィリピンのスービック海軍基地からも若干の海兵隊が出動している。ただし、海兵隊の現地部隊では、独自に偵察情報を評価した結果、兵士の家族なども含めると、適正人員は、 約100人と判断していた。残り13名は4時間後に漂流中のところをミサイル駆逐艦ヘンリー B ・ウィルソンの搭載ボートに救助された。ありがとうございます。